こんにちは。こんにちは。今日はどういう症状で来られましたか？首肩周りがすごい違和感あって痛いので来ました。首肩周りは左右差とかってありますか？右の方がよく動かすので右の方がしんどいかなって感じです。わかりました。日常生活をしてる中でこれしてる時に首肩周りがしんどくて嫌だなっていうこととかってありますか？その踊ってる時とか、その携帯見てる時だったりとか、お茶碗持つのも今はしんどいです。なるほど、お茶碗持つのもしんどい。はい、わかりました。だいぶ辛そうなので、はい、しっかり施術はさせていただきます。お願いします。ではまず検査をしていきますので、まず首をぐるっと回していきましょうか。反対も回してもらって、だいぶ首は悪そうですね。ありがとうございます。では次に上と下と向いてみましょうか。まず上からお願いします。はい、で下向いてもらって、今上下向いてもらった時に首がしんどいな、肩がしんどいなっていう時はありました？下向いてる時にちょっとしんどいなってなります。わかりました。では左の方に向いてもらって、でもう一度上と下と向いてもらってよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。正面向いていただきまして。だいぶ上も辛そうですけどね。わかりました。では、しっかり施術をしていこうかなと思いますので、ベッドの方に移動をお願いいたします。はい。ガチガチですね。はい。強さ加減大丈夫ですか？大丈夫です。はい。また痛くなったりしたらすぐ行ってください。はい。痛いですか？ちょっと痛い。ちょっと痛い。はい。ここは？そこは結構痛いです。痛いですね。はい。右のここはどうですか？左よりも辛いです。はい。今押さえた場所が骨が歪んでる場所になるので、これをまずは元の位置に戻していきますね。はい。右向いていただいて。どの力が来ます？ガーガーガーしてもらって、大丈夫でした？はい、左に行きます。左もう一度右に向きましょうか。で、上に上げます。で、肩の力抜いてもらって。左に行きます。上に上げていただいて、肩の力抜いてます。今ここ右どうですか？全然マシです、さっきよりは。大丈夫ですか？はい。左は？あ、全然痛くないです。下のここはどうですか？左の。痛みないです。大丈夫ですか？はい。この両手でもう白く首をほぐしていきますね。はい、
失礼しよう。大丈夫でした？はい。では、次に背中の矯正をしますので一度起き上がりましょうか。で、僕後ろで膝立ててますのでもたれていきましょう。で、首の後ろで手を組みましょうか。で、通します。で、脇を閉じていただいて肩の力を抜きましょうか。だらーん、後ろに引っ張りますね。はい、もたれます。丸くなりましょうか、一回。そうです、そうです。で、持たれまーす。OK です。じゃあ腕を下ろしてもらって、ちょっと肩ほぐしますね。肩ガッチガチですね。はい。では次に、肩周り、背中周りをほぐしていきますので、下向きに寝ましょうか。はい。では、ほぐしていきますね。はい。その分大丈夫ですか？はい。はい。
腕を腰に回しましょうか。お願いします。はい、ではこれで施術は終わりましたので起き上がりましょうか。はい、はい、ではこれで施術は以上なんですけど、施術受けてみて今どうですか？もう立った時にもう感覚が全然違います。あ、よかったです。では先ほど施術前と同じ検査をしていきますので、まず首をぐるっと回してみましょうか。はい、反対もお願いします。そうですね、手術前よりだいぶ回しやすそうですね。はい、よかったです。では上と下と向いてもらってよろしいですか？はい。どうですか、下向いた時の痛みとかは手術前と比べて？全然ないです。お、よかったです。ではもう一度左に向いていただいて、上と下と向いてください。はい。はい、ありがとうございます。上向いた時もだいぶ良さそうですね。はい。良かったです。今日施術を受けてみての感想をお願いします。立った時からもう腰じゃない。立った時から首周りとかずっと重みを感じてて、なんかズーンって感じだったんですけど、今施術受けてみてものすごく軽くて動かしやすいです。はい、よかったです。はい、そうですね、まあ触ってみた感じ首も肩もどっちもバキバキだったので、まあ、これからもしっかり施術していきながら経過観察していければなと思います。はい、では今日はありがとうございました。ありがとうございました。